ミン？ちょっと待って、なんだっけ、 C チームウィズイン、あ、間違えた、 C チームイズやと間違えた、ウィズってどういうこと、ちょっと待って、あ、これでいいの、あ、できた。すいません、あのちょっと髪の毛もさせてもらって、今日はメイクがうまくいったので、うまくいきました。でもちょっと髪の毛もう一回やり直してもらってさせてもらっていいですか。髪の毛これでも充電がなくて持つか分かんないんですよね。今日の髪の毛は中は外羽にして、ストッカーを上ちょっと丸みを帯びてる感じにしてます。これもう適当、ダンサブルのお話もしたいと、あ、ミスト止める場所ミスト、間違えた、うん、で、ちょっとうまくいかないんです、右の方が部屋下手くそなんです。私の髪の毛切った直後のヘアアレンジ大体これです。上を丸に丸ませてる感じ、これで完成です。前髪も短いんで、できるだけぺったんこにできるかっていうのがポイントです。今日はカラコンもしてます。カラコンはダズルグレーです。モラカの髪の毛な、サラサラすぎるのが嫌なんですよね。巻いてもなんかすごい取れる。こんな感じです。はい、完成です。今日のね、服一目惚れして買った。ウルフっぽい、ウルフっぽくはしてないけど、でもこんな感じ。オッケー、はい、完成です。これ今 iPad の充電が でその次に二重らへんにこれを塗って、目の際にこれで、ここの三角のところはこれとこれ塗ってます。めっちゃ綺麗、このこういう色私大好きなんですよ。でパレットにいつも、あと涙袋はこのキラキラ使ってます。いつもパレット買う勇気出なくて、ちょっとお高めなので買う勇気がなかったんですけど、まあね、一緒にこの際買っちゃえと思って買っちゃいました。クリオと迷ったけどこっちにしてみた。ぜひめっちゃ良いよ。なんかメイクがうまくいっただけで嬉しい。こんな感じで。そう、てな感じで、C チーム is win ということで。C チームのグループ名をファンの方からも募集しようと話していて、
あのそのそのアイディアが、いいアイディアがあれば採用したりとか、その自分たちで考えたやつの組み合わせしたりとかもするんですけど、あのチヒタンのがめちゃくちゃ良くて、ウィンクってめっちゃ良くて、そうなんですよ。そうやってもう考えようと思ったんですけど、チヒタンのがめちゃくちゃ良くて、ウィンとシーでウィンク、可愛いし、めっちゃ可愛くないですか？ね、そうなんかみんなでいろいろ意見出し合ったりして決めようってなってるんですけど。ね、すごいセンスめっちゃありますよね。あのなんでもしファンの方がつぶやいてくださる際にはハッシュタグ、ハッシュタグ C チーム is win で、その皆さんが考えるアイディアを書いてくださったら、つぶやいてくださったら見るので嬉しいなと思います。私そう前モル視力検査チームってやってて、もうそれしか思いつかない。そうなんで、ぜひ皆さん C チームイズウィンでつぶやいてください、お願いします。今回すごいみんなで話し合ってて、こうしたいなとかたくさん話し合ってるのでお願いします。本当に皆さんのあのアイデアがすごく良ければ、もう本当に前向きに検討させていただくと思います。あとそうダンサブルの YouTube が先ほど公開されました、公開されました。新年一発目のダンサブルの動画で久しぶりにアップしたんですけど、ウーカさんのインスタのストーリーでダンサブルの YouTube でやってほしいことっていうので募集してて、こう YouTube でダンスだけじゃなくてバラエティとかでもこういうことをしてほしいとか意見などがあれば、ぜひあのウーカさんのストーリーでもそうですし、 YouTube のコメントとかも見るので、ぜひコメントしてくださると嬉しいです。そう、あでもすでにこうダンス動画もあったりとかも楽しみにしててください。久しぶりに撮った、何してほしいですか今今コメントでそのダンサブルにしてほしい企画とかありますか？何やろうな、何がいいんですかね。でも多分ビリビリ、ビリビリってめっちゃ言われそう。あ、ダンサブルの TikTok、 ちょっとダンサブルに、え、やばい、めっちゃ怖い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 、ダンサブルの LINE ちょっと返します。ダンサブルの TikTok、
かいろいろその YouTube とかやるにあたっていろいろ考えてはいるのね。何がいいですかね。バラエティだったら何がいいと思いますか。ダンス、あ、ただじゃダンス動画とか何の曲やってほしい。なんか結構 YouTube のすごいなんかできない曲もあったりするんですけど、でもあれですよね、流行りに乗ったりとかもしたいですよね。例えば NiziU さんのメイクハッピーとかそういう流行りの曲やったりとか。あ、そうで、ダンサブルのダンサブルのチャンネル登録者数の目標ダンサブルのチャンネル登録者数の目標が10万人って言ってて、なかなか最近ダンサブルの YouTube を動かせなかったのもあるんですけど、もっといろんな企画を考えてできたいなって思います。なんか割れてはないと思います今の。あ、ぐるぐるバットからのサビダンス。あ、めっちゃ、ちょっと待って、メモしていい？そういうの。ぐるぐるバットしてからの、なる、振り付け難しいですね。苦手。うち振り付け、優しさの稲妻の、優しさの稲妻のダンスは自分たちで考えたんですけど、あのイントロを イントロをめっちゃかかって作るので、うちとうかさんでめちゃくちゃ考えてして、で A メロ B メロがちひたんとかりんちゃんで、サビが私とうかさんで、伴奏も私とうかさんで、で 2A2B がゆきつんさんとゆうみさんだったんですよ。でアウトロも、アウトロでもイントロと一緒やから私とうかさんで考えてたんですけど、もう考えるのが難しくて光飛びすごい。そうだからね、これめっちゃ難しい。でもね、まずねショールームしたのはいいんですけど、何しようってめっちゃ思ってて、何しましょうメイクしたからしようって思ったんですけど、あ、でもインスタライブもしたいんですよね。どう思いますか。このダンス何弾くでしょう。あー、完成がつ、もうなんか限界まで踊るとかね。マジで意味わからんことしかせへんうち。負けましておめでとうございます。いつもショールームするのはいいんですけど、何を話そうってあ、
あの布団畳んでるからこんなことなってます。最近は今日めっちゃダラダラしてた。でも今年はマジで体を絞ろうと思います。自分のためにもいろいろのためにも体を絞ってもっといい女になりたい。二重顎をなくしたい。いい女だって今この服メンズなんですけど L やから多分でかい。ダンサブルで外食もしたいって言ってたんですけど今の状況じゃ難しそうです。今の髪型好き。やった。短いんです。なんかこっちねここまで短いんですよ。こっち長いんです。長さ違うんですよね。ここここが短くてこっち長い。なんか前髪ね幼いってよく言われるんですけど幼いですか。いやでも幼いですよね前髪短くて。そう前髪ね分けてる方が好きっていう方いっぱいいるんですけど、まあ、このぐらい長さやったらいいんですよ。伸びた時に中途半端の長さが一番めんどくさいのでね。でも幼い分けてる方が好きっていう人いっぱいおる。わてなんでこんな赤ちゃんとかって言われるんや。わかんない。わてわかんない。なくなった少年っぽい。なんか僕って感じしますでもなんか前の長さでメイクさんにやってもらうのはいいんですけど、自分でやるの下手くそなんですよ。ステージに立ったら赤ちゃんなんか言えますけどね。あマジやったなんだろうな今日喋り方。今日喋り方が多分変なんですよね。すいません。インスタライブしよっかな。どうしよっかな。たまにね自分のこと僕って言います。たまにね。たまに結構私の瞬間ヘラヘラしてあ MC とかしちゃうかも。ヘラヘラステージ履ける時の走り方がペンギン。あそれはめっちゃ言われる。うん。僕ね。ほんまにめっちゃたまにごくほんまにまれに。でもなんか多分パフォーマンスでもそうやってパフォーマンスしてるときと喋ってるとき違うって言われるのは嬉しいっていうか、なんかちゃんとこう変われてるんかなって思ったら嬉しい。
から公演とかめっちゃしたいんですけど、たんですよ。でもナミちゃんとはってじゃあ違うなと思ってちょっと逆にしたんですよね。歌詞的には多分違うんですけど、追いかける感じとか、そんなギュッ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 噛まないか。まあ、でもあのねなんかダメなんですよ、鍵穴ダメなんです。鍵穴って本当に言えないんですよ。孤独ギター、そう、もうなんかもうちゃんとできるかなっていう。影穴ほんまにカミカミやね、ダメなんですよね。そう、あのね、多分今なら言えるんですよ、鍵穴ってなった時に言えないんです。ラジオも感じちゃう、めっちゃ神か。え、ソロどうやったか気になる。一番抱きしめられたら、抱きしめられたらどうでした？嬉しい。目撃者公演ぶりの抱きしめられたらだったんですけど、あえて大人っぽいのをしようと思って、絶対その髪型的にもそうやし、表情も絶対前の時とは違うんじゃないかなって思ったので、嬉しい。そう、でもね、なんかそう振りをする場所は決めてたんですけど、あのフリーのところ、そのソファーに座ってる時の動きとか全く決めてなくて、あのその時その時で決めてました。フリーなんで。あなたのことをただ見つめるだけで、うわ、心が満たされて優しい気持ちになるよの、優しい気持ちになるよ。ああ真夏の夜がそう恋の放射熱、うあまだ昼間のキスが唇の上に残るよ、遠い花火見えないのに音だけ聞こえる、胸の奥に打ち上がったあなたのすべて、愛しい抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ、このまま私が消えたってそれでも構わない、あなたに触れずに化石になるよりいっそ。そう、フリーでした即興で出した。なんかその時の感じ、なんか決めないですよ、フリーを
できなくて、シャワーでも多分、でもシャワーも今やったら違うかも、また動きとか目線の使い方も含めて違う。自分の中でやっぱ舞台が大きかったんで、変われたことだったんで、だからそのあのぐるぐる、あ、普通の紐を直すふりしてか、嬉しい。なんかほんまになんかこんなに頑張ろうって思えたの久しぶりです。なんていうのな、バトルじゃないですか。そこ可愛かったやったね。今日の夜ご飯は脂肪燃焼スープと納豆です。納豆またハマってんねん。納豆巻きはめっちゃ食べるんですけど、急に話変わるやつ。Cチームイズウィン。最初の TikTok の動画でももうなんか違った。からし入れる派です。最近お寿司にめっちゃわさび乗っけちゃう。話めっちゃコロコロ変わんな。なんか昔はわさび無理だったんですけど、なんかめっちゃわさびのっけたい、これでもかっていうぐらいのっけたりします。おじやブームもないですね。あの自粛期間だけでした。でこの間何の時やろ、なん 家でお寿司食べた時かなんかの時にママがわさびを何やってた。わさびあんまり嫌だったんですけど、生きるようになりました。最近の朝ごはんでもダイエット始めたので脂肪燃焼スープ飲んでます。えのき大量となんかミネストローネみたいなスープなんですけど。あのママが大量に具材入れすぎてもうスープじゃないんですよね。そうなんかただの具材って感じ。そうだからちゃんと引き締めたいんです。ママが作ってくれました。何の野菜？分からん。人参、えのき、人参、えのき、人参、えのき、玉ねぎ。えのきのあキャベツ。もうね、えのきのイメージが強すぎて分からん。皆さんの今日の夜ご飯は何ですか？待って、もうしゃぶしゃぶが食べたくて食べたくて。セロリ嫌です。ほんまにえのきしか出てこへん。おでんいいな。おでんやったらうちあれが好き。三角こんにゃく。三角こんにゃく。カニ好き。いいな。
いないいないいない、ローストビーフかさ、サーモンド食べて、おでん、わて、もち菌と三角のこんにゃくとだし巻き、ん？卵？卵と好きです。あ、あのソーセージが中に入ってるやつも好き。三角こんにゃくしか勝たん。大根も味しみしみやもんな。カニまだうちもあるから。牛すじ無理なんです私。お鍋の具で一番好きなのは白菜。白菜しか勝たん。なんか自炊したいと思います、めっちゃ。なんか自炊できるようになりたい。なんかママが料理うまいんで、そうだから私もできるようになりたいなって。ソーセージの前ちくわみたいな、あ、そんな感じ。作りたい、え、筑前煮、筑前煮。なんかお母さんが作る筑前煮が好きなんですよ、めっちゃ。だから筑前煮作れるよねっていうのと、オムライスは一応作れるんですけど作り方忘れました。なんかケチャップを具、ケチャップを野菜炒めてる時に入れるんですけど忘れちった。今日外羽と打つ。そう、あのね、そう、あの、そう好きなんですよね、ママの作った煮物。カレーもでも作ったことあるんですけど、あとワテが好きな白菜と豚バラのやつがめっちゃ好きなので、生姜入ってる、それも作ってみたいです。あと肉じゃがも作りたい。お菓子はね作るんですよ。この間のメロンパンクッキーはマジで美味しくできて喜んでくれた、ママも妹も友達も。あ、ミルフィーユ鍋じゃなくて、うん、じゃなくて鍋じゃなくて、なんか煮物みたいな。カレー特集やってました。カレーにめっちゃ激辛の、あのハバネロ入り、ハバネロ入りの一味入れるんですけど全然辛くなくて、どんだけ入れても。でも体は正直だから汗かいてるんですけど全然辛くないんですよ。クッキーください。マカロン作れんの女子力。辛いってことだと思うんだけど全然辛くないんで、なんか、なんて分かる、あの自分の下では辛くないって思ってる。してくださいって感じだ。今日メイクうまくいったからって調子に乗ってます。で、そう、スクショタイムいつも動いてるから、もうね本当に辛ラーメンが食べたい。辛ラーメン食べたい。
ラーメン食べたい。なんかあるような、なんか今まで似合わんと思ってたものをなんかまた時間経ってからつけなんかやったりするとまた違うっていうのあるよね。ショートも中学生の時やったけどもう二度とやらんって思ってたけど、いざこうやってショートにしてみたら逆にショートの方がいいし、これこの細縁のカラコンも前まで似合わんと思ったけど今やったら自分の中でもちょっとしっくりきてて、蒙古タンメンいいよな。でも蒙古タンメン辛くないねんな。なんかワテのファンの方でロングが好きなんですけど、ななほちゃんのショートを見てショートも好きになりましたみたいな言ってくださる方がいたりしてすごくめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。アイシャドウめっちゃいいってやったね。このアイシャドウマジでいい。組み合わせ変えれるの良くないですか。明日何しよう。明日はこれと、いやでもこれ、あーこれと赤から行きたい。めっちゃ行くねんけどさ、行きたくなる。そうパレットなかなか手出せなかったんですけど、ロングでも今多分今はロングしたらまた違うかも。顔とかも違うからまた今ロングしたらまた違うかもね。赤からはでもナミちゃんと、私赤からナミちゃんと基本行かないんですけど、ナミちゃんは3からだったんですけどね、この間行けるって言って4から行きました。でも私は1回ナミちゃんと7から食べました。7までしか挑戦したことないからな。でも多分辛いもの食べるときはなんかヨーグルトとか飲まないとお腹死ぬ。待ってロケで一回それでお腹壊したんで、めっちゃ辛いカレーを食べてお腹を壊してしまって、多分空腹の状態で行ったっていうのもあるんですけど、初見です。ありがとうございます。でカレーもあなる、でもなるちゃんも、あの小賀なるみさんも、なるちゃんの甘辛さんが通るも行った時にあのヨーグルトを飲んでじゃないとって言ってたんで、あなるちゃんあんな辛いのが時になるちゃんでさえ言ってたので、ヨーグルトが本当に大事です皆さん。でも卒業して連絡取ってる方少ないです。たまに愛理さんとか、私は誕生日の時に連絡したのと10周年の時に連絡取ったぐらいやし、ほぼ取ってないかな。あ、サラちゃんとかもたまに取ったりするかも。ルリナさんも取ってました。ダンサブルで激辛食べる企画やりたい。ワテが多分一番いけると思う。
かなか連絡取る。でも鈴、山田鈴さん、鈴、お鈴は連絡取ったりしてます。はじめまして。お、ありがとうございます。誰かの苦手なの？サラランのストーリーにたまに川野さんと出てくる。そう、サラちゃんに会ったんですよね。サラちゃんってダンサブル、なんかほんまに限界、どれ、なんか自分の限界を知りたいから、なんかいろんな曲を踊って誰が一番最後まで残れるかとかやってみたいです。自分の声がやだな。同年代増えましたね。アンジュちゃん同い年、え、一個上同い年。でもね、ユナナは同い年やし、ウーカさんすごいよな、ほんまにすごい。やってみたい、なんか普通に体力テストしたい。バレーボールしたい。6人いるし、6人制できるで。バレーしたいな。誰かバレーしません？バレーしたい。退陣しよう。でも長らく打ってないからな。相手おらんわ。相手おらん、お前相手おらんやん。あ、相手おらん。え、でもあ、2対2とかできる。めっちゃその対人するときに、あの、絶対いつも同じリベロのコートやってたんですけど、対人その子、あのラストってなった時に続くまでやるんですけど、その子リベロやから一生うちが打ってた。友達打たんと、わてがずっと打ってました。めっちゃ安定して取ってくれるから、すぐこうやって続けてできた。そう、やってやんのかな。そう、部活やって2対2っていうのをぐるぐる回してやってました。こうできるじゃないですか、2人いれば攻撃できるから。うち一番嫌いだったのはワンマンでした。わ、でもほぼワンマンやったことないけど、バレー部、わてのバレー部は全然強豪とかじゃないんで、ロングの子いっぱいいました。速攻はな、あんまりしたことない。私速攻なんか A とか B とかよりも 1,2 だったんですよ。1が速攻で、オープンのレフトのところを4で、ライトが5、4が平行目のこういうトスだったんですけど、でストレートしか打ってほぼ打ってなかった。クロスが打てなくあんまり。
クロスめっちゃ決まった時、クロスちゃうストレート決まった時めっちゃ気持ちよかった。すごいよな。いや練習試合で強豪校ってやってたらめっちゃもう本当にもう地獄でした。もうねあの球あのダンスより球技の方が難しいです。初見です。ありがとうございます。オール何でもオールマイって勉強もなできるようになりたかったよね。うん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 。パンケーキなんやっけ。あパンケーキってなんやっけ。フライングはね一時期やった。いつまでしょ、半ちょい半ぐらいまで。で勉強ねほんまに小学校の時どうやって勉強してたか分かんないんですけど、小学校の時マジで毎日ダンスで、日曜日はまあイベントがあったらそうだったんですけど、その月曜から土曜ぐらいまで毎日ダンスだったんですけど、宿題も夜遅くにやったりとかしかなくて、でもテストほぼ100点で中2ぐらいまでは頭良かったはずなんですけど、その時は授業聞いてたら覚えてたんで、授業聞いてたら多分。ダンススクールもほぼ転々としてた。マジで100点が小学校の時多分ほぼなかった。基本80点以上だった。小学校はね、中学は数 A がめっちゃ嫌いでした私。いや中学もめっちゃ勉強したな。塾行って毎日塾行って自習勉して数 A はいや僕理解したらやっぱね、でもめっちゃ先生から教えられて、理系ではありません 100%。 でもそろばんは昔やってたんですけどね、でも捨てたんよなそろばん。算数かいな計算だけは得意なんですよね。
その場で行くとも忘れちゃったけど、そろばんめっちゃやってた、幼稚園そろばんですか、めっちゃやってた。あ、でも話めちゃくちゃそれたんですけど、とりあえずツイッターで C チーム is win でつぶやいてくださったら、私たちも、案だったりを見に行くので、なんでぜひつぶやいてくださると嬉しいなって思います。そうですね、ダンサブルもこれからまた頑張っていこうということで、ダンス動画も上げていくので、意見とかがもしあったら全然むしろ言ってくださると嬉しいですし、こういうことやってほしいだとか、なんかこういう服とか着てみたらとか、個人的になんか韓国のダンス動画とかってあるじゃないですか、あれみたいに例えば例を出すと、まあ、違う、韓国じゃないですよ、イーガールズさんのデニム生地やけどそれぞれ違うみたいな衣装だったり、そういうのもいいなって思ったり、自分で思ったりします。はい、ってな感じですね。感じですかね。またいろいろこれからダンサブルでの発信はしていこうと思うので、それも待っててくださると嬉しいです。ダンス動画でもしこの曲やってほしいとかがあれば、それもぜひコメントなどでとか、もし言いにくかったら全然 DM だったり個人で言っていただけたりだとか、うかさんの方でも言っていただけたら嬉しいなって思うので、お願いします。てな感じかな。みんな寝てます？でもショールームもこの C チームでいろいろ、例えばその C チーム C2 グループでコラボ配信したりだとかしていきたいなって考えたりだとか、いろいろ発信はしていこうと思うので、ぜひそっちの方も待っていただけると嬉しいですってな感じで、そろそろ終わろうと思います。ではランキング見たいと思います。では13位がタマさん、ありがとうございます。12位があやちゃん、ありがとうございます。11位がカナピ、ありがとうございます。10位がサキ、ありがとうございます。9位がセヒラさん、ありがとうございます。8位がヒラクさん、ありがとうございます。7位がライオンさん、ありがとうございます。6位がタイキさん、ありがとうございます。5位がスギッチャーさん、ありがとうございます。2位がピーちゃん、ありがとうございます。3位がマッツーさん、ありがとうございます。2位がメモったぞ、名前メモったんですけど、どこ行った、名前メモったんだが、あれ名前あったおじいさんあれ合ってますか？2位よかったかな。で1位がまこちゃん、ありがとうございます。またインスタライブもしようかな、いつか。でもウォンポルさん
の方、韓国語の方がたくさんいらっしゃるから、ワンポルさん、ワンポルさん、ありがとうございます。すいません、おじいさん、わかんないわかんない、ありがとうございました。またお会いしましょう。あ、おじいさんやってますか。よかった、よかったよかったよかった、間違ってた、どうしよう。では終わろうと思います。ありがとうございました。またね、皆さんゆっくり休んでください。ありがとうございました。